らめくベルサイユのバラになります。いやすごいですね。そして本日は花の素顔でチューニングというね、アルバムを出したんですが、この頃ねバッドチューニングのシングルのレコーディングしてる時にね親知らず抜いたんですよ。でまずね下から抜いたんですよ。そしたらねレコーディングの時にも血みどろになって歌詞カードが、それで親知らず2本下抜くでしょ、空気の出し方が変わるわけで、ものすごく負担かかるんですよね。それとねそれが悪かったのかね、その後怒りようになるんですよ私でね明日大阪へキャンペーンに行くっていうね、テレビ局何局かラジオ局何局かってもう決まってたのに、その前の日に倒れちゃった。無理も我慢もしなくていい、ちょっとずれてる周波数、客も承知でいたよ、気持ちがいいからこのままで、世界中
は年を数える My, my, pretender Madame, Madame, Madame Madame, Madame, Madame あなたの白い指先がたまらない描ける男たちを迷わせて笑う細くしなる小指の爪に描いた黒バラ悪魔よけのアクセサリーよと怪しく笑った遠い星で生まれたよな眼差し時を止めるよ俺は世界一いい男お前は世界一いい女愛し合った時からああ時代の終わりが見えてきた俺は世界一いい男おしゃれ上手でみんないい子恋が大好きみんないい子素敵だったよおどけた祭りさ もう一度この手で美しい話だね七時を過ぎたらこの顔にブルーの影が出て頬ずりしてきた女の子チクチクするわといったがあった寄せよ寄せよ酔えなくなるよダバダディディダダダ愛してる
80年に発表しましたアルバム GS I Love You。 でこの時もさっきも話しました渡辺出版の木崎さんっていう人がね、ジュリーは何をやりたいのっていう話をしてくれて、そうだね、やっぱりなんか、バッドチューニングはちょっとテクノっぽかったけど、なんかやっぱりなんかロンドンっていう匂いがするような、いわゆるグループサウンズっていう、日本のじゃないですよ、ビートルズとかストーンズとか、またなんかそんな感じが好きかなとかって言って、で GS I Love You というアルバムを作ってもらったんですけどね。I'm not your man.
のがキスが先さま。